3、2、1、0。6月18日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きだから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。6月18日、今日は海外移住の日だそうです。ところで移住って何だっけ？ゴジラのこと？それはか移住。僕は66キロです。それはた移住。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え食用志のご注文が増えてます。法事ギフトはお任せください。しびれるうまさ、しびれるうまさといえば青海山椒の佃煮で決まりです。今日はやっこにトッピングして食べてみました。ピリ辛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 、幸せ。ピリ辛ピリ辛でも飲みすぎ注意。店長まっちゃん、神が降りてきたと今日も叫んでた。神も降りてきたらいいのにね。